運の座氷河期の怪人ヒマラヤ越えこの不思議な物語は旅客機弥生号がヒマラヤ山脈中に不時着した事件から端なくも繰り広げられるこの弥生号にはある特別な用事を帯びてヨーロッパへ渡る 特使団の一行が乗っていた。道彦少年もその中に加わっていた彼は団長北に博士の小さい秘書だった世界地図を広げてみるとわかるが日本からヨーロッパへ飛ぶにはどうしてもヒマラヤ山脈にぶつかるのであった弥生号は 量インドシナ某地点で多量のガソリンやオイルを積み込んでからふわりと空へ舞い上がったのであったインドの上を飛ぶことができれば都合がよかったのであるがあいにく気象状態がよくないのでこの国の上へはなるべく飛ばない方がよかっただから進路をインドの北隣にとり まるで天然の万里の長城のようなヒマラヤ山脈を越えチベットやネパールやブータンの国々の間を縫いそして一気にアフガニスタン国のカブールという都市まで無着陸の飛行を続けなければならなかったこれは全航路の中で一等危ないところであったヤヨイ号はついにこの大難所に差し掛かった 木の高度は8000メートルであった。山脈中の最高峰は8 8 8 3メートルのエベレスト山であって富士山の2倍半に近いその他にも8 0 0 0メートルを超える高い峰々が並んでいて木の高度の方がむしろ低いもっと木の高度を上げればよいわけであるが これ以上上げるとエンジンの馬力が大変落ちる心配があったそして機内は寒さのため乗り込んでいる特殊団の一行はもちろん操縦士や機関士などの乗員ですら非常な苦しさと戦っているのであった機の前面には今にもぶつかりそうな峰々が一つまた一つ 弥生号を脅かすように現れる操縦士はその度にかじを引いて方向を変え白雪をいただいた峰の周りをぐるっと迂回しなければならなかっただいたい山々の5 0 0 0ルから上はすっかり雪に覆われ真っ白に光っていた飛行地図を見ると この辺の平均接線は5 0 0 0ルと記されているがまさにそのとおりだったここから見ていると地球全体が雪に覆われているようですね道彦が窓ガラスから外を見下ろして感心していったああ、そうだね答えたのは北に博士だった。 博士は分厚い本のページを開いてしきりに読み続けている前の席の背中が小さい棚になっていてその上にフラスコが置いてあるフラスコの口からかすかに湯気が立ち上っているがこの中には熱い紅茶が入っているのであった写真で見た北極の表現とはだいぶ違った景色ですね。 それは違うよ。北極の氷原はこんなにデコボコしていない。もっとも氷山はあるが山脈の感じとは違うよ。おお、あそこに最高峰のエベレストの頭が見えるな。どれです？エベレストは。ほらあそこだ。あそこに灰色がかった雲があるが。 あの雲から頭を出している。といったはかせはどうしたのかそこでまゆをひそめて窓ガラスのところへ額をすりつけ「あの雲はいやなくもだなほう風が出てきたらしい」「雲がうずまいて動きだしたぞ」と心配そうである。 先生すると空は荒れますかうん一荒れ来そうだ大ふぶきがやってくるぞおお木はいよいよ高度を上げだしたぞそばに高度計がかかっていたがその指針は生き物のようにぐるぐる動きだしたさっきまでは高度8,000のところをさしていたが8,500になり になり、そしてまだその上になってゆくシューシューと酸素が室内へ送られ始めた押し寄せる雲の上にうまく出られればいいがしかしついに嫌な運命がやってきた「先生エンジンの音が変ですねそう思いませんか?」 弥生号には4つの発動機がついていてさっきまではゴーンゴーンと快い響きを出していたのがここへ来て急に調子が悪くなって時にスルスルっと止まるそれからしばらくしてまたブルブルンと回るのであった寒冷のためエンジンがどうかしたのだ はいつしか木の周りを取り囲んでいたそして視界はすっかり閉じられてしまった「これはいかん山にぶつからなければいいが」と日頃落ち着いていた北に博士が心配そうに席から腰を上げたその瞬間木はものすごい音を立てた そして人々はあっという間に天井に放り上げられた墜落だ早く木から外へ出ろ道彦の耳に誰かの声が入ったが彼はその後のことをよく覚えていない遭難に乱れず 道彦が気がついた時は彼は暗闇の中にいたガソリンのたまらないにおいが彼の鼻を強く突き刺すので彼はたまらなくなって大きなくしゃみをした「おおみちひこか気がついたらしいなどうじゃ気分はどこか痛まないか」。の声は、 北谷博士に違いなかったあ先生僕は大丈夫ですしかし体が動きませんそうかお前の体が冷えないようにありったけの毛布でくるんであるんだああそうですか飛行機は墜落したんですねうん 山の斜面に乗り上げたんだ皆さんはどうしましたうん、うん、博士はしばらくうなっていたがかなりひどいけがをしたがまあそのことに気を使わないのがいいとにかくお前が大丈夫ならこんな幸いなことがない風邪をひかないようにして 夜のを明けるのを待とうよ博士は優しいうちに道彦を力づけたそして彼の口にプーンといいにおいのするぶどう酒の瓶をあてがった夜明けまでに随分長い時間がかかったように思ったしかし東の空がうっすらと白みがかったのが分かった時道彦は 飛び立つほどうれしかった「先生夜が明けてきました」博士は横の座席でこれも毛布をうんと体に巻きつけだるまさんのような格好になって眠っているようであった「先生先生」先生道彦は博士を呼んだしかし博士は それにたえなかった道彦は立ち上がって博士を揺り起こしにかかっただがそれは無駄であった博士はこんこんとして眠っていたもしや先生は死にかかっていられるのではないかしらそうだとすると誰かを呼んで何とかして助けなくては ひ彦は明るくなった機内を見回したが不思議にも博士の他には誰もいなかったみんなどうしたのであろうか彼は通路を歩いていった通路の正面の扉が開いているそこを入ると戸口が見えるその戸口も開いていたそして 明けかかった空を背にして雪山がひどく傾いていた戸口まで行くとはっきり事情が分かったなるほど弥生号はかたい雪の斜面に斜めにかしいだまま腹ばいになっているのであった左の翼が根元からもぎ取られている機手は雪の中に突っ込んでいた 彦はびっくりしたが強いて気を落ち着け雪の上に降りたすると木から10メートルばかりへだったところにテントが柱もしないで雪の上に広げられていた何をするためにそんなことをしてあるのかと彼はその方に歩いていったが途中で彼は「有無とうなって立ち止まった」 それはテントの下から人間の足が見えたからであったテントをめくってその下を見る必要はない道彦は急に頭がふらふらとしてきたがこんなことで弱い気を出してはならないと思い原稿を固めると我と我が頭をガーンと殴りつけた。 生き残ったのは先生と自分だけらしいようだいや先生もこのままにしておけば死んでしまうぞ道彦はしっかりしなくてはならないと自分の心を励ました何とかして先生を助けることそれからこの大陳事を東京へ知らせることこの2つを早くやらなければ 彼は決心をしたどうやらここはヒマラヤ山脈の広報らしいがどこかに人間はいないであろうか登山者がいてくれるといいのだがあるいは山盤でもいい太陽は山の端から登って雪山一帯をギラギラと照りつける道彦は 固い雪の上を幾たびか滑りそうになってそれでもやっと崖の縁までたどりついたそして谷の方を恐る恐る見下ろしたのであった雪のほかに何一つ見えない大雪景がはるか下の方へのびている向かいの山も真っ白であって山小屋はもちろん 石室らしいものさえ見えなかったそうでもあろうここはよほどの山奥らしいそれでも道彦は望みを捨てなかった小手を探してどぎつい太陽の光を遮りつつなおも峰々へ目をやったすると出し抜けに彼の後ろで 声をかけたものがあった。おいお前さん、わしに力を貸してくれないか。そういった声は聞きなれない外国語であった。現れた怪人。え？道志子は思いがけない外国語で呼びかけられ。 びっくりして後ろを振り向いたするとそこには異様ななりをした大男がぬっと立っていた「君は誰?」道彦は問い返した毛のふかふかとした長い毛皮でもあろうかと思うもので頭の先から足の先までを包みそして顔も キラキラ光る目だけを出したその大男であったもし彼が言葉をしゃべらなかったらゴリラと間違えたかもしれないわしかわしは氷の中から出てきた人間だ氷の中から出てきた人間そうだあの恐ろしい氷河期と戦って ついに打ち勝った人間だ生き残ったのはわし一人だその怪人は道彦と同じようなことを自分から言った彼の話すところによれば氷河期に閉じ込められた人間だというのだ道彦は目を見張ったそして改めて怪人の顔を見直したなるほど 見れば見るほど奇妙な人間であって両目は額の下に深く掘れた眼下の中にありそして両目は猿のように寄っている氷河期といえば随分大昔のことで一等新しい第四氷河期でさえ今からおおよそ20万年も前にあたるのであったこれを難しく言うと第四期の鉱石星であって 旧石器時代にあたる。そのころ我らのごとき人類の先祖のもう一つその前の原始人類が住んでいたころのことであるそういえばこの怪人は手に確かに石で作った斧を握っている石器時代の人間だって嘘だろう20万年も前の人間が生きているはずはないよいや ちゃんとこうして生きているから確かではないか。それよりも聞きたいのは、お前はどこの人間か。僕たちかい僕たちは日本人さ。日本人聞いたことがないな。怪人は首をかしげた。石斧を持ったまま手を弥生号の残骸の方へ伸ばし。あれは一体何だ 大きな音を立てて空から落ちたが、お前たちの国は空の上にあるのか？日本はやはりこの地球の上にあるが、ずっと東の方だ。と、美智彦ははるか日本の方を指して。しかし、我々は空を飛ぶことができるのだ。空を飛ぶのは鳥だ。鳥に乗って空を飛ぶとは驚いた。 鳥ではない、飛行機という機械だ我々人間が発明した機械だと言ってやったがその怪人には機械ということがなかなか飲み込めなかったそこで道彦も怪人が今日の科学の発達を知らない人間であることを悟ったがそれでもまだ20年前の人間だとは考えられなかったのでねえ 本当に氷河期を知っているのならその時のことを話してみたまえ。というとかのかいじんはうなずいてあれはまったくおそろしかったよ。おおぞらから月がさがってきたのだ。月がさがってきてだんだん大きくなった。月が大きくなるってどんなことあの小さい月のことだよ。 それがだんだん下に降りてきて大きい月よりもずっと大きくなったのさちょっと待った話を聞いているとそれは火星のことじゃないの火星には月が2つあるが我らの地球には月が1つしかないじゃないかあれあんなことを言ってら。と怪人は呆れたように道彦を眺め 君は知らないのだろうか。わしはこの地球に2つの月があったことをちゃんと知っている今話しているのはその小さい月がなくなって大きい月だけが残るという話さ外人は実に変なことを言いだした恐ろしき光景信じられないなあ。 地球に月が二つあってその一つがなくなったなんて」と道彦は言い返しただって月が一つになったればこそ地球の上が氷でもって閉じ込められたのさ不思議な話であったそんなことがあっていいものか怪人は言葉を継いでその小さい月がだんだん下に降りてきたよ ととうとうしまいにはうみのみずにたたかれるようになったのさわしもそれはみたがねすごいこうけいだったね月がちかづくとうみはおおわれにあれてなみはおおぞらへむけてやまよりもたかくもち上がるのさえ本ほんとうかねしらないものにはそのものすごさがわからないよ。 そして下がってきた月は波に現れるんだ。そしてそんなことがくりかえされているうちに小さい月は波のためけずりとられ粉々の灰となって空中に飛び散ったその灰が大変な量だ空はその灰のために真っ赤になりやがてだんだん真っり 黒になっっていった。怪人は空を見上げながらその時のことを思い出してか恐ろしさに肩を震わせ初めは赤く見えていた太陽もだんだん空中に広がるものすごい月のかけらの層に遮られやがてとうとう我らの目に見えなくなった世の中は真っ暗になった。 日食どころではない。何十日、何百日。いや、何十年、何百年と、真っ暗になったのだ。太陽の光がさっぱり地上へ届かなくなったものだから、地球の表面は急に冷え出した。そして、氷河期が来たのだ。地球の上を熱い氷が覆い隠したのだ。 ああ、大自然の力は恐ろしい。怪人は両手で我と我が胸を締めつけた。我ら一部のモリアン族は早くも先を見通しさっきも言ったように寒冷を防ぐ用意をし食べ物を絶やさない準備をして山奥の穴の中にこもったのでようやく助かったのだ。いや助かって。 今日まで生き延びたのはわし一人だが道彦の目はいつしか熱心に輝いて怪人の顔を見つめていた二十万年前の人類がどうして今生きているか不思議でならないけれどこの怪人の物語る氷河期前後の様子はどこかで聞いたような話であり確かに理屈に合っているのであったさっき氷から出てきたと言ったが 氷の中に閉じみちひこがたずねたそうだそんなにようじんしていたがだんだんとさむさがうえからしたにさがってきてちかすいがこおりだしたのだあながあさいためにおおくのにんげんはみずびたしになったままおおくのにんげんはみずびたしになったままこおりのなかにとじこめられた。 わしもその一人だった。しかしこの間、ふと気がついたら、顔の上の氷が溶けていたんだ。驚いたねえ。まさかねえ。君はわしの言うことを信用しないと見える。じゃあ、わしが氷に閉じ込められていたところへ案内してやろう。そこにはまだわしの体の格好がついているくぼんだ氷があるから。 それを見れば本当にするだろう。さあ、行ってみよう。道彦はまさかと思ったが、怪人があまり熱心に勧めるものだから、一緒に行くことにした。怪人は先に立って、巧みに氷の崖を降りていった。時には、道彦を抱いてくれたりした。ほら、もうここからだって見えるのだ。あの谷底を見たまえ。 わしの体の形が残っているじゃないかどこほらこの指の先を見たまえみちひこは怪人の指す方を見たどこだかよくわからない岩門を握っている指先が凍りついて痛くなったその痛みは指先から全身へ広がっていったやがて 頭がキリキリ痛みそして耳がガンガン鳴り出した目が見えなくなった「あ危ない!と」と道彦はこんかぎりに叫んだ「おいどうした道彦」彼の名を呼ぶものがあるはっと思って道彦は目を湧いたするとそばに 北に博士の顔がニコニコと彼を覗き込んでいたお前があんまりうなされているものだからな何か夢でも見ていたね夢気がつくと飛行機はエンジンの音もすこぶる会長に穏やかに飛んでいるではないか先生、これは何号ですか何号弥生やよいじゃないか。 ああ、やっぱり弥生号か。ああ、よかった。何がよかったって博士に聞かれて、やむなく道彦は、弥生号の遭難のことや、氷河期の怪人が現れたことなどを話した。すると博士は、笑いながらうなずいて。ああ、そうか。弥生号は無事に雲を抜けて、 山脈はもうはるか後ろになってしまったよ。それからお前が氷河期の夢を見たのはヒマラヤの雪山を見て現に今もあそこに残っている氷河のことを思い出したからだろう。それから氷河期はなぜ来たかというその怪人の話はこの前わしがお前に話してやった最近の学説そっくりじゃないか。 博士はおかしくてたまらないというように腹をおさえて笑った「そうだあの怪人はわしは氷河期時代の人間だ」などと妙なことを言ったっけあそこでこれは夢だなと気がついてよかったはずだったのに道彦もおかしくなってゲラゲラと笑いだしたがその笑いは